ケンタッキー州知事の一覧は、アメリカ合衆国のケンタッキー州の州知事の一覧である。ケンタッキー州知事は、ケンタッキー州の政府の長であり、州軍の最高司令官を務める。州法を執行させる義務があり、州議会で可決された法案を承認、または拒否する権限がある。議会を召集する権限があり、反逆罪や弾劾の場合を除いて、 本社を与える権限がある。州政府を編成し、その大きさを減らす権限も与えられている。昔から国内でも行政権の強い地位とみなされてきた。過去から57人がケンタッキー州知事を務めてきた。1992年にケンタッキー州憲法に修正が加えられる以前、知事は連続した任期を務めることを禁じられていた。ただし、アイザック・シェルビー。 ジョン・エル・ヘルム、ジェームズ・マクリアリー、A.B. ハッピー・チャンドラーの4人は連続しない任期を複数務めてきた。知事の再選を認める憲法修正後、最初に2期目を求める資格があったポール・パットンは1999年の選挙で再選された。第二代知事のジェームズ・ゲアリドが再選を求めた1800年には憲法で再選禁止の条項が規定されていなかった。 1899年の論争の多かった州知事選挙で当選したウィリアム・ゴービルは就任中に暗殺された唯一のアメリカ合衆国州知事となっている。1983年から1987年まで州知事を務めたマーサル・イン・コリンズはケンタッキー州知事として初の女性であり、国内各州で元知事の妻あるいは未亡人ではなかった女性では3人目だった。 ケンタッキー州は当初バージニア州のケンタッキー軍だった。1792年6月1日に州に昇格してアメリカ合衆国に加入した。州に昇格する前の時代はバージニア州知事を参照。61の人気に57人の知事が存在した。 1861年11月20日に選挙で選ばれてはいなかった集団がアメリカ合衆国からの脱退を宣言した。アメリカ連合国政府は2人の知事を選出したが、州を支配したとは言えず、知事の本流は維持されたままだった。1792年に定められたケンタッキー州憲法では、州知事を選挙人が選ぶこととし、任期は4年間だった。 1799年に制定された第二次州憲法では、これを州民の選挙に変更し、知事が7年以内に再度就任することを禁じていた。1850年に制定された第三次憲法では、再就任制限を4年間に縮めた。1992年の憲法修正は、知事が2期目を連続して選ばれることを認めた。アイザック・シルビー、初代及び、 第5代州知事ジョン・ジェクリッテンデン、第17代州知事、また、第15代と、第22代のアメリカ合衆国司法長官、ベディアマ・ゴフィン、第21代州知事、また南北戦争開始時点の州知事サイモン・ビー・バックナー、第30代州知事、また南軍の中将ハッピー・チャンドラー、第44代及び第49代州知事、また、 第2大プロ野球コミッショナーアーニー・フレッチャー、第60代州知事民主党民主共和党の、ナッシング党国民共和党共和党ホイック党、ジョージ・ W ・ジョンソン、アメリカ連合国初代、ケンタッキー州知事南北戦争の間、アメリカ連合国同庁舎集団がラセルビルで介して、ケンタッキー州連合国政府を形成した。この政府が、フランクホートの州政府と置き換わることはなかったが、 知事として二人が選出された。すなわちジョージ・ジョンソンが1861年11月20日から、シャイローの戦いで戦死した1862年4月8日まで、リチャード・ホーズが南軍の降伏した1865年4月9日まで、務めた。1865年に終戦になってから間もなく、ケンタッキー州連合国政府は解体された。以下の表は、知事経験者が務めた。 議員、連邦政府役職、他の州の知事などの公職である。さらに、ケンタッキー州連合国知事のリチャード・ホーズが、アメリカ合衆国会議員を務めていた。2011年4月時点で、知事経験者のうち7人が存命である。知事経験者の中で最近亡くなったのは2004年1月29日死亡のルーイ・ナンである。ありがとうございます。